疲れ様です。ドラゴンです。今回ですね、現役投手で選ぶメジャーの変化球投手、そちらの方をね上げていきたいなと思います。ランキングという形というよりかは、個人的に抜粋した投手を、紹介していくという感じでやっていきます。どの投手もちょっとすごかったので、ランキングというよりかはね、個人でちょっと選んでいこうと思って、こういう形でさせてもらいました。それではご覧いただきましょう。どうぞ。はい、まずですね、コーリー・クルーバー投手ですね。クリーブランド・インディアンス所属していて、スライダーと、シンカーを選ばせていただきました。キャリアハイがですね、20勝7敗、防御率 2.89、 奪三振222という記録を残しています。ダイハードの悪役ハンス・グルーバーとかけてハンス・クルーバーという愛称を持つこのピッチャーで、今までサイ・ヤング賞を2回獲得しているピッチャーです。で、以前はね、このキレのある高速スライダーを武器に活躍していたんですけど、最近はね、シンカーも織り交ぜて、そういう投球で、結果を残し続けているピッチャーです。まあ、圧倒的な球速があるわけではないんですけど、このシンカーとスライダー、この2つで打たせて取るピッチング、あとは三振を奪うとこは三振を奪うという、そういうスタイルで、活躍をしてきました。コール・ハメルズ投手ですね。シカゴ・カブスに所属しております。チェンジアップは武器です。キャリアハイが17勝6敗、防御率 3.05、奪三振216というキャリアハイを残しています。2002年にね、フィリーズにドラフト1で入団し、ノーヒットノーラン1回達成。平均球速135キロの落差のあるチェンジアップ、最速156キロのストレートで、奪三振を量産するピッチャーです。他にもね、カーブの質も良いピッチャーで、2018年まで通算13年間で156勝を達成し、9度の2桁勝利を挙げました。まだまだ現役活躍している、ピッチャーですね。バリバリです。マックス・シャーザー投手来ましたね。ワシントン・ナショナルズのエースです。やっぱスライダーでしょ、この投手は。キャリアハイがですね、21勝3敗、防御率 2.90、 サイヤング賞を投手、3回受賞、奪三振240ですね。ノーヒットノーランも2回達成しております。でね、オットアイと呼ばれる、交際移植症という、ものを持っていて、右目が青色、左目が褐色という、症状です。日本人ではね、沖縄恵さんがこの症状となっています。別にこれ病気ではないみたいですけどね。で、3年連続奪三振を、7年連続200奪三振、9年連続2桁勝利、4度の最多勝と、もうメジャーリングの、レジェンドピッチャーです。いける伝説です。スライダーの他にもね、チェンジアップ、カーブの質が良くて、もうコンプリートピッチャー、パーフェクトピッチャーと呼ばれておる、ピッチャーですね。もうまだまだ、衰えを、見せることなく活躍しているピッチャーで、まだまだ活躍が期待される、そんな、エースです。メジャーリーグのエースでしょう。クレイントン・カーショー投手、ロサンゼルス・ドジャースですね。メジャーの右のエースがシャーザー投手なら、左のエースはカーショー投手じゃないでしょうか。やっぱね、カーショー投手の持ち味はね、カーブですよね。キャリアハイもこの通り、ズバ抜けた成績を残しています。サイヤング賞投手もシャーザー投手並ぶ3回獲得です。でドジャース不動のエースで、黒田博樹投手やダルビッシュ有投手とも非常に仲が良くて、日本人投手とも縁が深いピッチャーで、このブレーキと落差ともにメジャートップのカーブに加え、スライダーとチェンジアップ、奪三振を量産いたします。で8年連続で12勝以上達成しており、うち20勝を2回も達成しています。またね、このフィールディングにも評価が高く、もう本当にもう守備もいいし、投球内容も抜群、そんなコンプリートピッチャーです。はい、続いて、クリス・セール投手、
ボストンレッドソックスですね、スライダーを武器に、活躍をしています。キャリアハイがですね、17勝8敗、防御率 2.90、 奪三振308、サイヤング賞はね意外にも未受賞なんですよ。投球フォームがねコンドルが羽を広げた姿に似ているのでザ・コンドルと呼ばれているピッチャーで、アメリカンリーグおよびレッドソックスの選手として2人目の MLB 史上35人目となるシーズン300奪三振達成選手となりました。サイドスローに近いフォームから最速161キロのストレートと、あと真横に滑る、曲がりの大きいスライダーを武器に、活躍を見せております。もう現在もねもう復活傾向になりまして、もう、2桁と勝利も挙げておりますし、もう本当に復活しているピッチャー、レッドソックスのエース級のピッチャーです。はい、続いて、ケンリー・ジャンセン投手ですね。ロサンゼルス・ドジャースですね。バリバリの、抑えではないでしょうか。ドジャースの守護神、 MLB 最強と呼ばれている、最強と呼ばれてもおかしくないこのカットボールが武器ですね。ライジングカッターと呼ばれてるんですよ、このカットボール。でバッターの手元でね急激に浮き上がる球で、この、球種での奪三振率 14.4 というのも記録したことがあります。あのヤンキースの、カットボール投手マリアーノ・リベラ投手を彷彿とさせるピッチャーですね。浮いてますもんね、球が。藤川投手のストレート浮いてます。はい、最後に、ザック・ブリットン投手ですね、オリオールズですね。シンカーが武器です。キャリアハイがね、2勝1敗47セーブなんと防御率 0.54 です。凄まじいですね。このブリットン投手のシンカーは魔球と呼ばれており、その球速がね150キロを超えることもあります。で、54試合連続セーブ成功という記録を持っている、投手で、ここでもね、ここ近年はね怪我でシーズンを棒に振りましたが、今シーズンはセットアッパーとして見事復活を果たしています。はい、いかがでしたでしょうか。今回は現役投手で選ぶ変化球投手、選出一覧というところで選ばせてもらいました。他にもねいっぱいいい投手いると思うのですが、まだまだ僕は分かりませんので教えていただけると嬉しいです。そういったコメントの方をどしどしお待ちしてますのでよろしくお願いいたします。はい、この動画が、少しでもいいなと思っていただけた方はチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。以上です。ご視聴ありがとうございました。